2022年一発目の練習会、白衣ドローンズ第99回飛行練習会 in 波多場。今年も白衣ドローンズしれっと頑張りますのでよろしくお願いいたします。しれっとってなんだよ。この日は割と大勢の参加者があって賑やかでしたね。でしたね。毎週日曜日に開催している白衣ドローンズ飛行練習会ですが、メンバーのスケジュールが都合つかないと参加者2名なんてのもザラですし。そういえば今回主力メンバー1人も来なかったんじゃないですか。あ、エアーモードでもきちんとコース回れるように特訓していた私ですが、ここ1ヶ月くらいサボってしまっていて、また振り出しに戻った感じです。やっぱりちゃんとトレーニングして体に叩き込まないとダメですね。よたついたフライト、お見苦しい映像が終始続きます。ご容赦ください。あー、思いっきりぶつけちゃってるよ。ほんと最後まで調子が戻らず、1パックをノーミスでクリアすることすらできませんでした。いろいろ心配になってしまいます。なんか簡単なところでもクラッシュしていますね。こりゃ重傷ですよ。まったく。このクラッシュで OSD が死亡。再度電源を入れて直ってくれたので良かったです。もうタイムも全然伸びてきませんでしたから、改めてスタビリティモードに戻して周回練習。しかもスタブにしたら妙に調子が良い気がしてきて、なんとも釈然としません。せっかく調子よく周回できたと思ったら今度は計測されず、やることなすことうまくいかない日でしたね。ゴールゲートが大きすぎてカメラで3つ以上のマーカーを捉えきれていないのでしょうか。タイニービュープラスは割と新しめの Mac を使っているので処理が追いついていないなんてことではないと思うのですが。今度も計測されず、次にレイアウト変えるときはこのあたりも考慮すべきところですね。もうちょっとバッテリーが残ってるっぽかったので気を取り直して飛ばそうとしていたら、何やら怪しい人影が。これは一体何をされているのでしょうか。なかなかシュールな動き、美味しい映像をいただけたところで、あと1周くらい頑張ってみようと思います。今年も白衣ドローンズ飛行練習会は毎週日曜日の開催を心がけてまいります。時には他のイベントで波多場じゃない場合もありえますので、告知などは Facebook 白衣ドローンズグループページにて確認ください。また平日の利用を希望される方はご連絡いただければ、都合がつく限り対応したいと考えています。見学や講習指導にも対応していますので、気軽に参加いただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。